平見喜二郎、平見喜二郎、平見喜二郎、1933年11月21日から2016年10月22日は、日本の俳優、演出家。Kファクトリー所属。長男は、俳優の平武大。主に舞台演劇役者の主演として活躍し、国内外で高い評価を受けている日本を代表する名優の一人である。その他にも大河ドラマなどのテレビドラマや映画などでも活躍した。平見喜二郎は1933年11月21日、広島県広島市中区小網町に生まれた。生後9ヶ月の時に父、文裕が病死。家の造りは京都の町屋のように間口は狭いが、奥行きのある2階家で、1階が10畳、8畳が2軒、中庭、それが土間に面して、奥に続いて、2階は8畳2軒と物干しだった。そこに祖母と母と三木次郎の3人で住んでいた。小学6年生の初め、三木次郎は、広島県東部の神戸郡上下町、現、府中市の母方の大叔自宅に疎開する。母は、流川町の郵便局で働くようになっていたので、広島に残った。郵便局は、原爆ドームから800メートルほどの距離で、1945年8月6日、原爆投下の朝、通勤途中だった母は、ビルの陰で靴を履き直していたため光線を受けなかったので生き残った。終戦後間もなく母は、上下町の家で、危篤状態になり、子供のない農家の大叔父に、うちの子になるかと言われたが、三木次郎は農家の子供になるのは嫌だなぁと思ったという。内気の少年だった三木次郎が演劇に関わるのは上下高校の時だった。映画監督になりたいという漠然とした夢は持っていたが、それには大学に行って会社に入らなければならなかったが、理数系が苦手だった。困っている時俳優座養成所の募集記事を読んだ。そこが3年間の俳優教育をする学校だった。しかし養成所の試験に落ちた。翌年には合格、俳優座養成所5期生となった。同期に木村敏江、今井和子、藤田聡八、ジェームス・ミキラ。1956年俳優座座員となり、同年、鹿島探しで初舞台。以後、千鳥、四谷怪談、ファウストなどに出演。端正な容姿と、スケールの大きさを感じさせる演技で注目され、仲代達也や加藤剛と共に、同座の若手ホープと目される。1963年、テレビドラマ、3匹の侍にレギュラー出演。五者英雄演出によるリアルな殺人シーンで、テレビ時代劇の流れを大きく変えた、この作品で、虚無的な浪人、桔梗栄之助役が人気を集めた。お茶の間にもおなじみの顔となり、時代劇を中心に多くの主演ドラマを持った。1968年フリー。浅利慶太演出、アンドロマックの出演を機に、劇団四季に客員し1968年、浅利慶太演出、ハムレットで主役を演じ、各界から高い評価を受ける。続く、狂気と天才などの演技も高く評価され、日本を代表する舞台俳優の一人となる。四季が、ミュージカルに力を入れ始めた頃蜷川幸雄に出会い、1976年に蜷川演出、近代能楽集外箱町主演を皮切りに、王女メディア、近松心中物語、蜷川、マクベス、タン、冬の終わりに、テンペスト、グリーックス、リア王など長年にわたり蜷川演出作品に主演、海外公演でも高い評価を得る。1993年には東京グローブ座でシェイクスピア全37作品上演に挑戦するという壮大な計画を発表。以後、マクベス、1993年、ハムレット、1994年、オセロ、1995年、十二夜、1995年、1998年、リア王、1997年、テンペスト、2000年など、着実に実行していった。陰影に富んだ格調の高い演技で、悲劇的人物を得意としていた。テレビドラマにも多数出演。特に大河ドラマの常連俳優の一人で、計7回出演。1970年放送の、もみの木は残ったで、主人公の原田海を演じ、大河ドラマ初出演にして初主演を果たす。続く1973年放送の国盗り物語では、前半の主人公の斎藤道三を演じ、後半の主人公の織田信長演じる高橋英樹と共に主演をする。大河ドラマとして初の複数回の主演を務めた。撮影で高橋英樹と共演した平は、高橋信長の若さが羨ましかったと口実している。1988年放送の武田信玄では、中井貴一演じる主人公、武田信玄の父である武田信虎を演じ、横暴な支配者と失意の流浪者という、全く相反する姿を演じている。1991年の太平記には、北畠親房で出演予定があったが、翌年の信長キング・オブ・ジパングのために、同じく出演予定のあった尾形直人と共に降板。尾形は、翌年の主演が決定した。1992年放送の信長キング・オブ・ジパングでは、織田家を惑わす架空の祈祷師で物語の裏の主人公である加納瑞亭を演じ、不可解さと迫力に満ちた演技を見せつけた。その後も2005年放送の義経では、後白河法皇を演ずるなど助演としても多数出演。最後の出演は2008年放送の篤姫で図書広里を演じた。大河ドラマ以外でも、三匹の侍、眠り京四郎、新選組島月、不毛地帯など、主演代表作は数多い。また映画出演も多く、他人の顔、天城越え、帝都物語などの代表作がある。演出家としての顔も持ち、中村玉緒主演の舞台等の演出も手掛けた。1998年に、紫綬褒章、2005年に、朝日賞受賞を受賞。2013年、赤坂マネージメント事務所から、Kファクトリーへ移籍。晩年は長髪を束ねる髪型をしていた。2016年10月23日、自宅の浴槽にて倒れているのを訪れた息子の武田により発見され、後に死亡が確認された。出演中だったフジテレビのドラマ、カインとアベルが遺作となった。死因は当初ヒートショック現象によるものと推測もされたが、その後、警視庁北沢警察署での遺体検案などで死亡に事件性がないと判断されたことを受け、遺族の決定により、死亡日を10月22日とし、死因は不明としたことが明らかにされた。葬儀は青山葬儀所で行われ、喪主は平武史大が務めた。10月27日の通夜では、元妻の佐久間涼子をはじめ、北大路欣也、三田佳子、渡辺謙、南果歩、内野正明、高橋恵子、泉元彌、榎木孝明、本田博太郎、佐藤隆太、林使い虎が、10月28日の告別式では、元妻の佐久間涼子をはじめ、藤原竜也、藤淳子、堤真一、栗原小牧、佐々木蔵之介、中尾明、中村玉緒、山田涼介、桐谷健太、竜来太、市川猿之助、夏木マリ、浅利慶太らが別れを偲んだ。平の死後、役を引き継いだのは、以下の通り。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。